お前にそんなことを？うん。いやー、やることが過激だね。それで巴は今どこに？頭冷やすってまだ外に。巴ちゃん相当怒ってたから。そんな好き勝手言われたら頭に来るの分かるよ。二人になった時巴ちゃん言ってた。なんて？アフターグローに泥塗ってごめんって。そんな巴ちゃんのせいじゃないよ。いや、私のせいだ。私のせいでみんなまで。ごめん、ちょっと頭冷やしてくれ。先に戻っててくれ。相当来てるね。ともちん、ああ見えて引きずるタイプだからな。別に巴が悪いわけじゃないのに。私たちまで落ち込んだって仕方ないって。今は巴にできることを考えよう。メロディーミュージックスの人にお願いして休憩の時間延ばしてもらう？そうだね。この状態でインタビューを再開してもうまくいくとは思えないし、とりあえず巴が戻ってきたら話を。すみません、お待たせしました。巴ちゃん、さあ続きをやりましょう。何の話をしてましたっけ？で、インタビュー始まっちゃった？まさか、ともちんから行くなんて、予想外の展開だよ。てか、巴やけに明るくない？もしかして、やけになってるとか？巴ちゃん。そうですね。ガルジャムのライブはもう終わったことですかね。過去のいいものってどうしても頭の中に残っちゃうじゃないですか。で、ついそれを追おうとして私もさっきまでそうだったし。でもそれだといつまで経ってもその過去を超えることができないと思うんですよね。あれ？ちゃんと答えてる。うん。さっきと雰囲気が違う気がする。なんか、巴ちゃんの目が輝いて。確かに、私たちはガルジャムで全てを出し切りました。けど、そこで終わりじゃなくて、そこからあのライブを超えて先に進まなきゃいけない。じゃないと本当にいつか偽物になっちゃうし、私たちの目指す最高のライブに絶対たどり着けませんから。実はそれが私たちにもまだ見えてなくて、でも分からなくても別にいいと思ってるんです。特盛ラーメンと一緒ですから、食べ続ければいつかなくなるように、目指してれば必ずたどり着けます。きっかけはロゼリアのフューチャーワールドフェスのライブです。あのライブを見たら羨ましくなっちゃって、私たちもあんなすごいライブをやってみたい。その思いがどんどん強くなって、それでロゼリアみたいに最高のライブをしようって決めたんです。いえ、目標のバンドはいません。でもライバルならいるかな。世界中のガールズバンドです。あっ
胸を張って私たちはバンドをやってます。それに文句を言われる筋合いはないし、もし行ってきたら誰が相手だろうと戦うつもりです。あ、やだな。もちろん音楽でですよ。お互いに納得するまで対バンするんです。アフターグローは逃げも隠れもしません。どんな時でも受けて立ちます。みんなに私たちの力を思い知らせてやりますよ。宣戦布告、いいですね。それ対バンする相手をみんなアフターグロー色に染めて私たちのことを認めさせる。どうですか今の。ちゃんと答えてくださいよ。ともえちゃん逆に聞いちゃってる。ともちんすごいこと言っちゃったね。もうあんなこと言ったらまた周りから変な目で見られちゃうよ。でもワクワクした。ともえちゃんの言葉すっごく熱くて。アフターグローの音楽を全員に認めさせる。いいじゃん、悪くないよ。やっぱり、ともえちゃんはかっこいいな。